日産スタジアム、日産スタジアム、日産スタジアムは、アメリカ合衆国のテネシー州ナッシュビルにある、多目的スタジアム。デイビッドソン軍ナッシュビルメトロ政府が所有している。NFL テネシータイタンズと、NCAA カレッジフットボールの、テネシーステートタイガース、テネシー州立大学の本拠地である。毎年12月に行われる大学フットボールの、プレシーズンのボールゲームである。 ミュージックシティボールの開催地であり、サッカーの試合が行われることもある。また大規模なコンサートもここで行われ、毎年6月に4日間行われる CMA、ミュージックフェスティバルの夜の部はここで開催される。他に、様々なイベント、会合、パーティ、ー、集会などが行われる。ダウンタウンの真向かいとなるカンバーランド川東岸に一致している。 キャパシティは69,143名である。最初の祭事は1999年8月27日のタイタンズ対アトランタ・ファルコンズのプレシーンゲームであった。1999年の開幕以降、1999年から2002年のアデルフィア・コロシアム、2002年から2006年のザ・コロシアム、2006年から2015年の LP フィールドと名称を変遷し、 2015年から日産スタジアムに改名することとなった。客席は3階建てで、1階席はフィールドを360度取り囲んでおり、2階、3階席はフィールドのサイドラインに沿っている。3レベルに分かれているスイート席は東側にあり、1種類は1階席と2階席の間に、他の2種類は2階席と3階席の間にある。 西側のスイート席は2種類のみで2階席と3階席の間にある。報道関係者席は西側の1階席と2階席の間にある。スクリーンが2箇所のエンドゾーンに設置されている。芝は行儀芝が敷かれている。ナッシュビルの気温の高さとほぼ毎週試合が行われるため、11月下旬に芝の張り替えを行う。東側の売店タイタンズプロショップでは、 チームグッズが販売されている。試合などイベントのない日でも外側の出入り口を使用し、購入可能である。テネシー州内では、ニーランドスタジアム、ノックスビル、104,079人収容に次いで2番目に大きいスタジアムである。1995年、NFL のプレシーズンで、テネシー州、ノックスビルのニーランドスタジアムで、 ヒューストン・オイラーズ対ワシントン・レッド・スキンズのエキシビションゲームが行われた。オイラーズのオーナーのバド・アダムズはアストロドームのリースに不満があり、またテキサス州ヒューストンがフットボール専用球場の新設に消極的だったことから、この試合の際にナッシュビル市長のフィルブ・レッドソンと会い、中部テネシーへの移籍が可能かどうか話し合った。晩週。 アダムズとブレッドソンは、球団のナッシュビルへの遺跡を発した。首都球団は、ダウンタウンのカンバーランド川東岸の工場跡地に、場所を決めた。1996年5月7日、デイビッドソン軍ナッシュビルメトロ政府の特別選挙で、球場建設資金の一部負担についての投票が、行われた。この選挙により、過半数59%により公的資金1億4。 400万ドルを支払うことが可決された。球場新設賛成派、NFLES は反対派と比較して16対1の多数派であった。資金は当初水道税の増加から支払われる予定であったが、固定資産税300%増により支払われることとなった。その他、シーズンチケットの売り上げから支払われることとなった。 テネシー州立大学のフットボールチームのホームゲームを行うこと、またファン拡大のためにチーム名にナッシュビルではなくテネシーをつけることを条件にテネシー州資金を提供することになった。1997年5月3日に建設が開始された。1998年4月16日には竜つ巻き、トルネードが発生した影響で、 建設作業中のクレーン4機のうち3機が倒される、事故が発生して、作業に遅れが出たが、予定通り1999年8月27日、タイタンズ、アトランタ・ファルコンズのプレシーズンゲームで開場した。2010年5月3日、カンバーランド側からのテネシー洪水により、フィールドが6フィートの水に覆われ、ロッカールームも浸水被害を受けた。 2012年夏、新たな音響システム、より速いエレベーター、LED リボンボードなど大幅な改修を行った。また幅157フィート、高さ54フィートの高精度 LED スクリーンが2、がのエンドゾーンのスコアボードに設置された。当時 NFL で、カウボーイズスタジアムに続き2番目に、大きいボードであった。スタジアムが建設されている間、 名称は決まっていなかった。建設地がカンバーランド側の東の岸だったことから、一般的には、ジーストバンクスタジアム、ズイーストバンクスタジアムと呼ばれていた。会場時の名称は、ケーブルテレビ大手のアデルフィアコミュニケーション社が15年3000万ドルで、スタジアムの命名権スポンサーとなったため、アデルフィアコロシアム、アデルフィアコロシアムとなった。 しかし2002年にアデルフィア社が破綻し支払いが届り契約は無効となってスタジアム名から同社の名前が消え4年間スタジアム名は単にザ・コロシアムザ・コロシアムとなった2006年6月6日建材メーカーのルイジアナ・パシフィック社通称 LP が10年3000万ドルで新たに命名券スポンサーになった2007年 スタジアムの北と南のダクトロニクスによる巨大スコアボードの下にプロモーションとなる LP ビルディングゾーンを設置した。この付近の売店やトイレは LP の製品を使った郊外の邸宅をイメージして装飾されていた。2015年6月24日、ナッシュビル南部フランクリンに北米本社があり、近隣のスマーナに巨大工場のある日産自動車が命名権を20年の契約で 購入、すでに、横浜グローバル本社が、取得済みの横浜国際総合競技場、神奈川県横浜市港北区と同名の日産スジアムと名付けた。当時のヒューストン・オイラーズは、本拠地、アストロドームに代わる、新本拠地の建設について、ヒューストン市当局と協議したが、物別れに終わった。1996年シーズン終了後、オイラーズは、 当初の予定を1年前倒しして、テネシー州へ移転した。当スタジアムが開場したのは、テネシー州移転3年目、チーム名がオイラーズからタイタンズに変わった1999年のことである。テネシー州移転1年目は、同じテネシー州内のメンフィスにある、リバッティボール、メモリアルスタジアム、62,380人収容を本拠地にしたが、 一試合平均で28,050人しか動員できなかった。二年目はナッシュビルのバンダービルトスタジアム、当時は4万1000人収容に本拠地を移したが、同3万7,444人だった。しかしトスタジアムが開場した1999年は、観客動員が同6万6,111人と一気に増加。その後も客足は伸び、2005年シーズンには、 同69,149人まで増えている。2000年11月12日にボルチモアレイブンズに負けるまで16連勝するなど、開幕よりタイタンズは数々の記録を残している。レギュラーシーズンでの、この球場での試合は45勝27敗で、プレーオフでは2勝2敗である。1999年の開幕以降、プレシーズンを含むタイタンズのホームゲームすべてが、 完売している。これは、毎年シーズンチケットを購入する観客が多いことが一因とされている。またこのシーズンチケットの売り上げが、球場建設資金として支払われている。シーズンチケットを購入するには、長いキャンセル待ちが必要である。2000年1月8日のアデルフィア・コロシアムでの試合が、NFL 史上最も記録的で議論が起こった、試合の一つとなった。後に、 ミュージックてミラクルとして知られることとなるだが、ディビジョンプレイオフでタイタンズとバッファロービルズが対戦し、最後の1分で勝負が決まった。記録的観客数で、球団が新球場に移って、最初のシーズンでの出来事でった。カレッジフットボールでは、テネシー・ステート・タイガースの本拠地となっているほか、1998年に新設されたボールゲーム、 ミュージックシティボールの開催地にもなっている、第一のみ、バンダービルトスタジアムで開催。米国男子代表、米国女子代表、その他のプロチームのサッカー場としても用いられている。2004年4月20日、メジャーリーグサッカーロサンゼルスギャラクシー対メキシコのプリメラディビシオンの試合で、サッカーで初めて使用された。2004年には、米国女子代表対カナダ女子代表。 2005年には、テコス対 CF アトラス。2006年には、米国男子代表対モロッコ代表がレゾレ国際親善試合を行っている。また、2008年には、北京オリンピック最終予選。2012年には、ロンドンオリンピックの会場の一つとなった。2009年4月1日、2010FIFA ワールドカップ、北、中米カリブ海予選において、米国男子代表が、 トリニダード・トバゴ代表を3対0で下した。ジョジー・アルティドールが、米国男子代表で、ハットトリックを決めた、最年少選手となった。2011年3月29日の、親善試合において、テネシー州でのサッカーの試合で最多の29,059名の観客を前に、米国男子代表は、パラグアイ代表に敗退した。 フィールドも入れると大きなコンサート会場の2倍の人数が入るため集客を見込める数少ないコンサートが行われる。ナッシュビルは聖地ライマン公会堂があるなどカントリーミュージックの本場として知られている。日産スタジアムでは2001年から毎年6月に4日間にわたって CMA ミュージックフェスティバルが開催されている。これは カントリーミュージック協会が主催するイベントで様々なカントリー歌手が出演している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。